バノックバーンの戦いは、1314年6月24日に、スコットランド王国と、イングランド王国の間で行われた海戦。スコットランドに侵攻した、エドワード2世率いるイングランド軍が、スターリング近郊で、ロバート1世とスコットランド軍と戦い、大敗した。1272年に王座に就いた、エドワード一世は、イングランドの最も偉大な戦士王の一人であり、 ウェールズの征服者、また、スコットランドへの鉄槌であることを周囲に示した。エドワード一世は、ウェールズ戦争での経験から、旧兵の価値を確信し、王国全土から多数の旧兵を募った。イングランド軍による1296年の、スコットランド進行では、エドワード一世がフランスとの戦いで不在の時に、ウィリアム・ボレスの地形を利用した戦術に敗れたが、 1298年のファルカークの戦いでは、重装機兵と急兵の連携によって、スコットランド軍を撃破した。当時のスコットランド軍は、シルトロン体系を保つ大勢の槍兵と、剣と円立てを持つ兵で構成されていたが、装備は貧弱で、イングランド軍と正面から激突するには限界があったからである。ファルカークの戦いによって、 大惨敗を喫したスコットランド軍は、ロバート一世も復讐の申し出をしなければならない状況になり、エドワード一世は戦略的に重要な拠点であるスターリング城を占拠した。その後、ロバート・ブルースはイングランドへの復讐と反乱を繰り返し、一時はラスリン島に逃げるまで追い詰められたが、1307年にエドワード一世が死去すると急速に勢力を盛り返して、 スコットランド全土で権威を確立した。エドワード一世の後を継いだ、エドワード二世は、父の軍才を受け継いでおらず、決戦を避けて、ゲリラ戦術を駆使し、孤立した城を占領する、ロバート一世の戦略の前に、後手に回った。1314年に、スコットランド軍がスターリングを包囲する状況に、陥ると、エドワード二世は大軍を編成して、スターリングの救援に向かった。 バノックバーンはスターリング城の南西に位置し、名称が意味する小川や池がいくつもある湿地帯であり、南側からスターリング城へ向かうには、ここを通過する必要があった。エドワード2世は、ウェールズ、イングランド中部、北部諸州から2万を超える軍を招集した。主力となるのは、旧兵と重装騎兵であり、この二つは、スコットランド軍に対して優位を誇っていた。 一方、ロバート一世も一万の軍勢を率いていたが、その大半が不評で、騎兵は数百人しかいなかった。ロバート一世は数的不利と味方の脆弱さを補うために戦場をバノックバーンに選んだ。また、イングランド軍の重装騎兵に対抗するため、小さな落とし穴をいくつも掘らせた。イングランド軍は南西の方向から、 ローマ街道に由来する道を進み、バノックバーンの野原に軍を展開した。退治するスコットランド軍は、ロバート一世自身が陣頭に立って、騎兵で構成されたイングランド軍の戦方に応戦した。この時、ロバート一世は、イングランド軍のヘンリーとブーンと一気打ちを行い、自らの王野でヘンリーを撃ち取っている。戦意の低い不評主体のスコットランド軍は、 ロバート一世の英雄的な行動に士気を高め、これがイングランド軍の敗北につながる。300機ほどのイングランド軍は小川を渡り、スターリング城を目指したが、スコットランド軍のシルトロン体系とやりブスマがこれを阻止した。日没頃になると、エドワード二世が率いる本体がバノックバーンに到着したが、それ以上の攻撃は難しかったので野営に入った。 エドワード2世の本体が到着したことで対応を迫られたロバート1世はイングランド軍が強行軍によって疲弊し士気も弱いという情報を得たことで夜明けと同時に攻撃することを決意した。イングランド軍は重装機兵が小川を渡っている一方、急兵の多くが対岸に止まっていたのでファルカークの戦いのように連携した戦術が取れなくなっていた。 前日のロバート一世の奮戦で士気が上がっていたスコットランド軍の攻撃を受けて野営中のイングランド軍は体制を立て直すことができなかった。イングランド軍は背後に湿地帯があり効果的な体系を組む前にスコットランド軍のシルトロン体系によって押し込まれた。その中でもイングランド軍の旧兵は勇敢に戦ったがロバート一世は配下の騎兵を使って危険を取り払った。 スコットランド軍は、イングランド軍に猛攻撃をかけて、もう少しで、エドワード二世を捕らえるほどだった。エドワード二世は自ら土ぼこで応戦し、馬を失い、盾持ちまで捕らえられたが、ペンブルック博、ジャイルズ・ドゥ・アルジェンタンにより助けられた。ペンブルック博は王を、スターリング城に向かわせると、引き返して戦死した。エドワード二世は、 スターリング城にたどり着いたが、落城を予見していた城主によって入城を拒否された。そのため、エドワード2世は戦いの場から逃亡し、イングランド軍は大敗した。スコットランドの詩人ジョン・バーバーによるジョ子ジ詩、ブルースによると、壊滅したイングランド軍の死体で湿地帯が埋まったため、勝利したスコットランド軍は足を濡らさずに、バノックバーンを渡れるほどだったという。 この戦いの勝利によって、ロバート一世の在位中、スコットランドはイングランドよりも高い士気を保つことができた。しかし、イングランド軍の強さを認識していたロバート一世は、軍事行動を制限し、二度と大きな改善を行うことはなかった。ロバート一世は、ちょうど戦術と小規模戦でイングランド軍に対抗し、1319年と1322年に、 エドワード2世へ率いるイングランド軍を、月期派、1327年には、若いエドワード3世の大軍を補給路の切断で、画界に追い込んでいる。ロバート1世は、死の間際、デービッド2世に対して、開けた場所でのイングランド軍との戦いを避けることと、ゲリラ戦での奇襲を心がけるよう助言したが、デービッド2世と後見人はこれを守らなかった。 エドワード三世の下で旧兵と騎士の組み合わせに磨きをかけたイングランド軍は1330年代になるとスコットランド軍を圧倒していくことになる。イングランド軍にとってバノックバーンの戦いは旧兵と騎馬攻撃を組み合わせることが難しいことを認識させる戦いだった。そこでイングランド軍の騎士は騎乗しないで戦うことで旧兵との連携を強化していった。 ゲバキシは中央で敵の攻撃を受け止め、左右の急兵がロングボウによる射撃で敵を消耗させるという戦術である。この戦術はスコットランド軍との戦いで効果を出し始め、百年戦争でのクレシーの戦いやジャンクールの戦いの勝利につながることになる。2014年6月28日から29日、バノックバーンにて、 戦いから七百年を記念する行事として、当時の合戦の様子を再現する催しなどが行われた。グラント、RG、バトル、A ビジュアルジャーニーする五千イヤーズオブコンバット百十八グラント、百十八グラント、百十八マッケンジー、p 八十八レフレンシングウォルシンガム、p 百四十一ハットリース、p 百七十四キャリー、B、 Introduction, Warfare in the Medieval World, London,https://books.google.co.jp/books, id="Fubarch Watch and, lpg="pt13&, vq="return%20 ヘビー,パーセント %",20 インファントリー hl="ja&, picogram="pt7ve="onepage&, Q イコールリターンパーセント20ヘビーパーセント20インハントリー &F イコールフォルス2021年4月26日閲覧700年前のイングランドとの合戦を再現スコットランドアフプブニズ http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ 3019101ctm キャンペーンイコールヌーアン2014年6月30日、閲覧。ありがとうございます。